現在私たちが知っている情報の中では一番高い津波というのはアラスカで起きました。アラスカで起きて、で何メートルあったかといったら524メートルありました。防ぎようがないですね。こういう、ね、500メートル、東京タワーなんか沈んでしまうようなそういう、津波が押し寄せてくる可能性だってある。それが、無防備な原発、ほとんど無防備な原発、そういう、実態をこう見るにつけですね、日本の海岸部の原発ですね、これはね、誰が考えたのか分かりません。多分アメリカが考えたんだと思いますが、絶対に海岸部の原発というのはやめるべきだと思います。皆さん本当に津波とか、ね、他人事ではありません。私はもういっぺん東日本大震災のようなものが来たらばもう自分の生活は再建できないと思っています。東海原発どういうふうになるか分かりませんけども、再稼働して、それで、暴走して、大量の放射能を撒いて、どうするか、福島の時には私は逃げないって決めたんです。放射能で汚れても逃げない。東海第二原発がたとえ暴走しても多分私は逃げないで、ここにとどまって、最後まで、自分のなすべきことをしようと思っています。これは何もこうヒロイズムとかそういうことではなくてですね、多少なりとも原発のことを知っている人間として、最後まで、情報を、外部に届ける必要がある、詳細な記録を届ける必要があると自分では思っています。でそういう立場で今、東海原発だけではなくて日本の原発、世界の原発全部止めたいと思っています。皆さんもぜひ、私は通りがかってる人たち、どういうふうに考えてるか分かりませんけれども、ここにこれだけの方がいらっしゃるってことはすごい力だと思います。どうぞ諦めないで最後まで頑張って、行きましょう。私も命が尽きるまで頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。前に上田先生とご一緒したときに原発周辺の紫水草のなんか調査のお話とかとってもなんか興味深かったです。とってもいろんなことを知ってらっしゃるので、ぜひお話をしていただければ、講演とかもしていただけるかもしれません。よっ、見たか。皆さんこんばんは、伊田清美です。今茨城県議会始まってまして、今日大内県議が来てご報告する予定だったんですけれども、今ちょっとこれ議会準備で来られないという連絡があったので、代わりに2つだけ報告させていただきます。今日防災環境商工委員会で、砦の生活ネットワークさんたちから出されてました、東海第二原発廃炉、東海第二原発再稼働断念を求める意見書を求める請願が出されてたんですけれども、それが、委員会で、討議にかけられまして、この今回は、採択はまだせず継続審議で、続け
るということになったそうです。ということで、私たちの この活動も継続ともう再稼働を止めるまで、強く強く一緒に継続していきましょうということです。もう一つは、昨日の一般質問で、日本共産党の鈴木聡議員が一般質問いたしまして、やはり東海第二原発の問題点について、原発は人類ともう共存できないものであるから、特に東海で第二原発はあまりにも問題点が多すぎる、その点を指摘しまして、知事に廃炉の決断を求めて求めました。知事の答弁は、今回はちょっと腹が立つことに、いつも通り、国の判断を仰ぐということだったんですけども、そこに、NHK の世論調査では7割の人が廃炉を求めていると、しかし東海村では 52% の方が再稼働を求めていると。で、県民の中にはいろいろな意見があるので、それを勘案しながらよく考えて、また国の、結論を待って判断したいという答弁をしました。今その原発を動かすことが、原発を動かすことがもう日本に必要ないというか、人類と共存できない危険なものは動かすべきじゃないという、ことがもう分かっているわけですから、そこは、知事として、しっかり県民の命を守ると、何度も言う知事ですから、本気で守ってもらいたいと思いながら、この、質問を聞いてきました。一緒に人の声を聞かない人たちですけれども、声を上げ続けて一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。一里かなちゃんがいますので、一度頑張れ、待ってました。皆さんこんばんは。今小山さんからこのいただいて、字が綺麗なんだなと思って今読み入っていたところなんですが、私も今開かれている水戸市の議会の中で、まずパブリックコメントっていうのは行政にとってどういうものなのかっていうことを水戸市長に聞きました。行政に住民が関わる民主的な重要な手続きであって、市長としてはあらゆる施策計画に市民の声を反映させる大事な重要な手続きだということを水戸市長は答えました。本来パブリックコメントっていうのはそういうために、選挙だけではない、いろんな国のこと、県や行政のことを進めるときに、それぞれ住民の声を反映させる制度としてパブリックコメントっていうものが始まったはずなのに、仙台原発にしても国のエネルギー基本計画にしても、今パブリックコメントは本当に形骸化させられようとしていると私は思います。だからこのパブリックコメントでとにかく諦めずに圧倒的多い声を届け続けること、そしてそのパブリックコメントに寄せられた国民の意見はきちんと計画を作るときにもう根本から見直すぐらいの力を持たせる、そういう手続きに本来はしていかなくちゃいけない。もう今本当に形だけ、アリバイ作り、形骸化されているパブリックコメントの上に仙台原発もまた規制基準に合格したっていうことに、実際としてはされようとしていると私は思っています。なのでこの先行けば、私は住民投票、直接住民投票さえもうやっていかなくちゃいけないんじゃないかっていうふうに思っているぐらいです。ですから東海第二原発についても動かすか動かさないかは事業所が決めるとか国が決めるとか、それを認めるのは自治体だっていうんではなくて、住民が
それを決めるっていう、この直接的な手続きをどうやって私たちは勝ち取っていくのかっていうことがあると思います。その前提になる開かれた住民説明会をまず実施させていくこと、そして行政が作ろうとしている避難計画がもしできたとしたら、それはじゃあもうみんなで参加してやってみようと、自分たちで車に乗ってインターチェンジに向かって高速道路に乗って、県が言った方向にみんなでじゃあとにかく移動してみようと、やってみたらもうできないっていうことがはっきりわかると思うので、やっぱり私たちは計画を作るときにも声を上げるし、できたとしたらその計画が本当にできるのかは自分たちで実証してみるっていう、もう直接参加していくっていうことしか私はないというふうに思っています。まあ、こういうもう本当に一つ一つどこまで考えればこの原発を止められるのかっていうことをも考えているわけですけれども、もう尽きるのは100万人の、まあ、100万人っていうこの切り方もまずいと思います。茨城県民なら300万人、この100万人300万人、もしかしたら首都圏まで含めたこの人間に過酷な避難を強いるよりも一つの原発をなくせばいいっていう、この本当に当たり前で単純、実効性もある合理性もあるこの結論にどうやったらたどり着けるのか。で、遠く離れた九州の仙台原発でこれからどうなるかっていうことを、私たちはこの茨城から一緒になって連帯していかなくちゃいけないんですが、あの福島県の隣で放射能を私たちも浴びて、実際に今もそれに苦しめられているっていう、この隣の茨城県でまずは廃炉にするっていうことを勝ち取っていくことが、もう全国に果たす茨城の役割だと私は思っています。で、私も議会の質問に臨むにあたって、今から58年前、1956年に茨城の東海村に日本原子力研究所が誘致される、それが決定した、閣議決定が報道された新聞記事、当時の茨城新聞を県立図書館のマイクロフィルムでずっと見ました。もう歓迎ムード一色っていう新聞記事ですけれども、その中にも本当にわずかにこんな不安の声が出ていますっていうことが記事にもありました。一つは地震、地震の時に大丈夫かっていう疑問に、その当時専門家は原子力発電所というのは全てがつながっているので、地震の時には一緒になって動くから大丈夫だって答えていました。そして汚染水、放射能に汚染された水は流されても大丈夫ですかっていう質問に、当時の専門家は排水路や川は一切通さず直接海に流すので大丈夫だって答えてありました。海に流す時のパイプにフィルターをつけるので取り除けますって本当に書いてありました。58年前のあの新聞記事を読んで、もうスタート時点からこんなずさんな安全神話にもう乗って、私たちっていうのは平和的な原子力、原子力の平和利用っていうことで、もうこんなに56基も原発を作って4基同時の過酷事故を経験して、それでも決断できないっていう私たち大人の社会を子どもたちはどう見てるのかっていうふうに感じます。私もあの小学校4年生の娘がいるんですが、週に1回新聞の切り抜きをして、そこに自分の感想を書くっていう宿題が毎週あるんですが、この前は仙台原発反対のあのデモを娘は切り取っていました。なんて書いてあるのか読まないうちにもう学校に持って行ってしまったんですが、先生から素敵なことが書いてあったって連絡があって、100回も茨城で原発やめてって言ってるのにやめてくれません、でもお母さんは諦めないって言っています、私も原発なくしてほしいですって書いてあった。で、先生はそれを朝の教室の
朝会、朝の会の時に紹介したっていうふうに言ってくれました。私は子どもたちにどんな大人の社会を見せていくのか、大人は信頼に足る、子どもたちのために頑張ってくれている存在なんだっていうことを見せていくっていうことが、子どもたちの未来にとって本当に今大事だと思っていますので、ぜひ皆さん大人の力を結び合わせて頑張りましょう。ございます。本当に子どもたちは大人の背中をよく見てるなって、このところよく思います。何も考えてないのかなって思って見てみると、本当にすごく大人よりさらに深いことを考えてたりするので、本当にきちんとしっかりとした背中を見なくちゃ、見せなくちゃいけないなって思っています。高橋美代子さんと、あと何かです。帰りました。あれ、ちょっとなんか時間が来てしまってお帰りになってしまったようなので、そしたら鈴木さんいますか。キプター茨城、すいません。こんばんは。ちょっと準備してたのがうまく聞こえないようなんで、今日は黙ってようかと思いました。いつも来てるうんちくんのね、作詞作曲した歌を素敵なコーラスに仕上げたのを録音してきたんですけど、ちょっとお聞かせできない、残念。まあ、私が代わって歌ってもいいんですけど、まあ、オリジナルより上手くなっては恐縮なんで、それで。今日は新しい看板を作ってきました。後ろの方で光らせてましたけど、原発、子供に残す永久ローンという、看板を作ってきたんですけど、考えたらこれは安全神話に乗ってるかなと反省をしてる。永久ローンを子どもたちに背負わせるならまだいいんだけど、あと2つぐらい原発爆発したら永久に続かないですもんね。子どもらにローンすら残せないでこの国終わしちゃうかもしれないんだなってちょっと反省してね。原発が子どもに残す永久ローンだというコピーは、これは安全神話かなと今日張りながら思っていますけど、もう来週はでかいんで持ってこないでね、うちの近くにある掲示板に貼り付けて、市民に訴えようという思っています。今日配った中でちょっと一つだけ報告します。北茨城民報なんですけど、毎週お届けしてます。見出しだけ、市長の言葉です。30年超の原発稼働ありえないっていう、実は北茨城の市長は脱原発市長会議にも一応名を連ねてね、北茨城市議会も県内ではいち早く廃炉の決議をしているところではあるんですけれど、やっぱり世の中の動きと連動するのかなっていうのは、今年の3月の議会の時には市長は答弁の席で問われてもないのにわざわざ付け足して、安全規制委員会がね、認可すればそれは認めざるを得ないだろうっていうようなことをわざわざ議場で本会議で付け足したんですよね。だから脱原発の側にいた人がね、やっぱブレるんだなっていうことで、おーっと寝返ったかっていうのを一瞬感じさせた。そのことを今回9月議会で鈴木康子議員がちょっと問いただしたんです。そうしましたらね、言い訳ではないでしょうが、1回の市長であり30キロ圏外の自治体であれば国の言うことには静かにしてるしかない、何も言うことはできないというような弱音を言いつつですね、しかし30年を超えての原発の稼働はありえないだろう、これは私は揺るがず思っているというようなことを、答弁で今回はしていました。つまり揺れるんだろう、3月の時点では相当向こう側に行ったのが、大井原発の判決が出たりとか、ここが100回やったかどうかが関係してるかどうか知らんけども、30年超えはありえない、東海の最高ではありえないということを議場で表明した、重ねて表明したことになるんだろうと思うんですけれども、そういうふうに、揺れるんだろう、だからそういう意味ではここも開くことなく続けていきたいとは思うんですが、先ほど1000回ぐらいやったらなくなるんじゃないかと言ってました。ここへ1回多くするのに私5000円かかるって前回計算したんですけど、1000回っていくらだよ、
500万そんなにはやりたくありません。もうちょっと早くなくしましょう。ありがとうございます。できれば本当にあと20年はやめにだんだん少なくなっていたんじゃないかなと思います。じゃあ最後に、ドラム隊のコールをやって終わりたいと思いますけど、準備してもらえますか。我々の抗議は終わりません。東海第二原発再稼働を諦めて廃炉にするまでこの抗議は終わりませんよ。これが民意です。民意に逆らって続ければ必ず痛い出世がちが来ますよ。すぐに東海第二原発は廃炉に、これは我々の願いです。ご注文ください。
私あの茨城県の平和委員会というところに勤めております。皆さんに今あのチラシを渡したんですけれども、あの東海村にあの畳4棟分の大きな東海第二原発廃炉というこういう看板を3つ作る、明日1つが出来上がって今週中に3つ出来上がるっていうことなんですけども、だいたい1つ16万円ぐらいかかって50万程度かかるっていうことで、皆さんにあのワンコインのあのカンパをお願いしております。ぜひあのご本人だけじゃなくてあのお知り合いの方にあの呼びかけていただきたいなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。ご協力よろしくお願いします。あと告知とかその他なんか協力していただきたいとかそういうお願いがありましたら、前に出てきていただければと思います。上田先生さっきあのサミットの告知されましたね。上田先生帰られました。じゃあサミットの実行委員になってる方、サミットの実行委員の方いないですか。幽霊部員でも分かる方です。サミットはですね、10月11日、東海でもデモの開催の東海村でのデモがあります。その翌日、12日、東海村でサミットもあります。あまり詳しいこと知らなくてすいません。皆さんこうあの拡散して、またどっと押し寄せることが東海村の対するプレッシャーになりますので、よろしくお願いします。以上です。今11日の言ったよ、デモの会言ったよね、ちょっとだけ触れました。ちょっとだけ触れた。じゃあもうちょっとあの詳しく、10月11日土曜日第2回東海第二原発再稼働反対デモということで、また東海村内をデモをして、歩きます。ちょっと長いんですけど楽しく賑やかにやりたいと思ってます。たくさんの方が参加していただければと思います。今回は前回駅から東海第二原発まで歩いていったんですけども、東海第二の前で集会をやってそこで最後に盛り上がろうっていうかいうことだったんですけども、結構長くて時間がかかってしまって時間が、集会をやる時間がなくなってきてしまったっていうことなので、今回は東海第二原発の前で集会をやってから村内駅方面に向かって、歩いてみましょうということになってます。ちょっとあの交通の便が、大変なところではあるんですが、タクシーに乗り合わせるとか、ね、車に乗り合わせるなどを工夫していただいて参加していただければと思います。時間が、東海第二原発入り口 の、 あの芝生のところですねに1時集合で、デモの出発は2時になります。でサウンドデモになりますので、鳴り物、仮装、着ぐるみ、大歓迎です。楽しくやっていただければと思います。デモの到着が4時10分で東海村中央公民館になります。そのデモの終了後に、参加された皆さんと交流会を、軽く持ちたいと思います。そちらも合わせてご参加いただければと思います。よろしくお願いします。すいません、あの99回の時ですね、終わってから命の更新 の、 あの夜行さんが見えまして、ここぐるーっと一周散歩しました。今日もだいぶ肌寒くなったので散歩したいなーなんて思ってるんですけど、いかがでしょうか。以上です。大丈夫ですかね。また来週もありますので、お急ぎでなければまた来週、告知をお願いしたいと思います。さあ時間はこんなところで大丈夫でしょうか。入ったいい時間になったと思います。うるさいと言われながらも東海第二原発廃炉まで頑張りたいと思います。皆さんよろしくお願いします。
視聴ありがとうございました。今日は30名が超えておりました。40名ぐらいですかね、先週よりは多いです、ありがとうございました。あれ